ソウル市関係者は、19日、ろうそく集会のノーベル平和賞を推薦するために、市レベルの推薦 t F チームを稼働しており、来月、市民の推薦推進団を構成し、来年1月、ノーベル賞委員会に推薦書を提出する計画だと明らかにした。党関係者によると、ソウル市は、昨年10月から、 4ヶ月以上、非暴力で行われたろうそく集会が、集会を通じて、民主主義と平和、憲政秩序の維持などの国民的世論を表出した点、平和な集会方法の洗礼を提示して、民主主義の模範事例として機能した点、世界的に類を見つけられないほど、多くの人が参加した点などで、ノーベル平和賞推薦理由になると判断した。 来年1月31日に締め切られたノーベル平和賞の推薦状は、ベッドの様式はなく、候補者の名前、推薦理由、推薦者の名前と推薦者が所属された機関の名前など、3つを必ず含めなければならない。推薦者は人たちまたは機関と規定されている。ソウル市は、市民の推薦推進団で推薦権者を選定するが、 各界の著名人20人以上が含まれるようにする計画だ。市は、ノーベル委員会に、推薦書とともに、ロうソク集会関連証拠資料を提出する予定だ。ここには、参加者の規模の資料、国内外のマスコミに報道された記事、写真、映像資料、公募を通じた市民の保有資料などが含まれる予定だ。ソウル市は、2020年まで、 集会のユネスコ世界記録遺産登録も申請する計画だ。市は、ロうそク集会が新たな意見の表出の方法で民主主義の発展史に一線になり、規律を守りながらも効果的に社会を是正できることを示す見本として作用したという点で、ユネスコ世界記録遺産登録基準である世界的な重要性を持ったり、 人類歴史の特定の時点で世界を理解できるように著しく貢献した場合に該当すると見ている。市は今月中に世界記録遺産登録に向けた専門家諮問会議を開催して資料収集に着手する予定だ。世界記録遺産登録では遺産の申請性、応戦基質が非常に重要なので少なくとも 3年以上の資料収集期間が必要だとみて2020年を登録申請の時点としたソウル市はまた来る5月30日からソウル歴史博物館のロビーで光モ門クアンファムーンの完成とロウソクというタイトルの資料展示会を開き8月14日光モ門広場でロウソク音楽会を開催するなどさまざまな記念事業を行う,う集会を ソウル市観光マーケティングの手段に活用するため、ロうソク集会のイメージを利用したソウル市のイメージ広告を、米ニューヨーク・タイムズに掲載する案も検討中だ。この記事を読んだ韓国人の反応。母は,は,は誇らしいですが、恥ずかしくもある。ノーベル平和賞を受賞すれば、本当の大当たりだ。ノーベル賞をもらったらいいな。でも、